皆さん、明けましておめでとうございます。今日はアンリちゃんと渚くんを引き連れて、これからちょっと生き物の採集に行くんですけども、皆さん、これサブちゃんですよ。今年の2024年になりましたけど、今年の抱負を語ってください。っていうのは、だからこれからの強い風か目標みたいな。え、強い風、強い風だって。暴風って、うん、それ暴風雨の間違いじゃない。出鼻くじかないでくれよ。そう、うん、暴風、今年の目標、2024年の目標を語っていこうよ。ちなみに今日ジョー君は家族で、旅行に行っているそうで来ていません。あ、歯が抜ける、はい、アンリちゃんから今年の目標。え、なんで先にどうぞ。いや、そのさ、もう先にどうぞ。俺？そう、俺？俺から？まあ、俺はやりたいことはいっぱいあるからね。まあ、これから海外調査に行きます。え、これから海外調査に行きますよ。外国に。そう、誰が。私はね、なんかね、うん、レアなものを取りたい。なるほど。例えばどういう系。え、なんか渚が去年取った仲良しとか。うん、なるほど。石神とか。石神とか。探し求めてる。素晴らしいじゃないか。ジュニアタイアとさ、新しい子たちも入ってくるかもしれないわけじゃないですか。うん、アイサも入る、ね、そうなった時どういう子が入ってきてほしいとかないの。え、なんかね、じゃあジュニアタイの活動がまだ決めてないの、うん、なんかやりたいことある。ある。なんだろう。メインチャンネルで撮ります。皆さん、ぜひ見てください。では、さようなら。